まだあのアニメを見てないです。なんと言えないと思うんですけども、まあ原作のアイズのファンの方ということで、ね、あの原作とは違った話になりますので、ね、そこで、あの、こういう話もあったのかっていうふうに受け取ってもらえたら、もう嬉しいかなと。はい。